皆さんこんにちは。小淵沢オリーブ協会の坂本隆です。いつもご覧くださりありがとうございます。今度の3月20日日曜日の礼拝についてのアナウンスをさせてください。実は私たちの協会の配信の担当してくれているスタッフがこの度コロナで陽性になってしまいまして、なのでこの次の日曜日は配信をすることができません。で、通常は月末の礼拝を、今月ですと27日にあたるんですけれども、配信なしで現地でバイブルスタディをするという形式でいつも礼拝をしているんですが、今月に関しては順番を逆にしまして、20日のこの次の20日の礼拝では配信なしのバイブルスタディ形式の礼拝をする、そして27日の礼拝ではまた通常の形式の礼拝を配信したいと考えております。配信担当のスタッフはですね、順調に回復しておりますので27日には間に合うというふうに考えておりますが、何が起こるか分かりませんので、もし状況が変わりましたらその時はまたこのチャンネルでアナウンスをさせていただきたいと思います。どうぞお祈りに覚えてください。予定では27日にまたお会いできると思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。ハレルヤ。